クナッピーです。こんにちは、こんばんは。リスナーの皆様、 YouTuber の皆様、お元気ですか？クナッピーも元気ですよって言った感じでやってきますね。はい、今日も島パト行ってまいりました。はい、こちらですね。はい、こちらね、一年中通して履くことができる人気アイテムでございますね。コーデにも合わせやすくて、飾りすぎないシンプルなデザインで飽きの来ないのも魅力なムムさんのローファーでございます。はい、こちらですね、商品名 MU 細ビットローファー、サイズが LL でございます。お色が中黒、税込み1419円、商品番号が1440425、素材が合成比較、底材が合成底となっております。こちらね、ベーシックなローファーに上品な印象を与えるゴールドの細ビットをあしらったムムさんの新作シューズでございますね。こちら1419円とは思えない高見えするデザインだと思います。お財布にも優しいローファーでございます。こちらね、つま先に向かって緩やかに細くなるシルエットがスマートで、大人女子でも上品に履けるローファーだと思います。この中のふかふかの中敷きで足裏サポートしてくれるから、ヒールも 1.3 センチで長時間歩いても、楽に歩けるんじゃないですか。そしてこの裏の方ですね、こっちにね、スポンジクッションを使用してるから優しい足当たりでございますね。履いてみたらなんかこう吸い付くような履き心地でございました。履くだけでトレンド感高まるビートローファーはぜひ取り入れたい一足でございますね。間違いなく使える黒のローファーでございますよ。うんね、やっぱりね、おしゃれは足元からって言いますよね。ローファーで簡単にこなれコーデチャレンジしたいと思います。そしてこのローファーに合うアイテムを買ってまいりましたよ。そちらも紹介したいと思います。はい、こちらですね、靴下でございますね。商品名 TRS ネップアランガラ、サイズ23センチから25センチと、まあフリーサイズでございますね。はい、お色が泡白と濃茶、2足購入してまいりました。お値段は各一つずつで319円となっております。商品番号は泡白の方が445-1837、濃茶の方が445-1860となっております。こちらね、ママインフルエンサーのテラさんのものでございますね。履いておりましたね、こちらね。はい、素材は綿 80%、 ポリエステル 15%、 ポリウレタン 5% となっております。ではこちらね、ちょっと開けてまいりましょう。泡白の方をちょっとね、バラバラにしてみました。こんな感じです。はい、つま先とかかとに補強糸を使用して破れにくい仕様となっております。カラフルなネップとざっくりとした編み地が可愛いアランガラソックスでございます。こちらね、ベーシックカラーでどんなカラーコーデにも馴染んでくれますね。やっぱりこれはね、色使いで持っていたいと思い購入しましたね。他にネップとプリブがございましたが、このね、編み地がとっても気に入ったのでこちらにしました。といった具合でこちらでコーディネートしてみたいと思います。はい、細ビットローファーに
こちらはね、あの白い方の靴下ですね。はい、ネップアラン柄の靴下でございます。それに、花柄のワンピース、そしてロングのカーディガンでコーデしてみました。ちょっとねフェミニンな感じになったんじゃないですか。はい、次行ってみましょう。はい、こちらね金のねボタンが可愛い、七分袖のプルオーバーとプリーツのパンツと合わせてみました。でこちらですね、この細フィットの金と合わせて金のネックレスをつけてみました。そんなコーデもいいですよね。きれいめコーデになったと思います。はい、次行ってみましょう。ガラシャツとベストと紺のねデニムでデイリーな感じのコーディネートをしてみました。本当にね履きやすくて底がふかふかなんでね、本当にこれからバンバン履いていけちゃいそうですね。はい、次行ってみましょう。はい、紫のポケット付きプルオーバーと、そしてボトムスはプリーツの花柄のスカートとコーデしてみました。裾がね揺れるたびにこのローファーが見えるのがいいですよね。フェミニンなコーデにも合うと思います。はい、次行ってみましょう。はい、上は袖パックが可愛いプルオーバーとプリーツスカートですね。しかもロングでございます。はい、ね、裾からちらっと見えるね靴がいいですね。可愛い感じになると思います。はい、次行ってみましょう。こちらですね、メロンのボーダーのプルオーバーとキャミソールワンピースと、こちら、ネプのアラン柄の茶色い方の靴下ですね。はい、これと合わせてコーディネートしてみました。とってもね歩きやすくていいですね。本当に何回も言っちゃいますよ。はい、といった具合でうなぴーのシマパト&コーデネート終わりにしたいと思います。皆さんの何かの参考になれば嬉しいございます。ご視聴ありがとうございました。これからもよろしくお願いいたします。また見てね。バイバイ。